はい、トワライト連邦共和国 Vlog です。もうそろそろ、大型連休が終わり、まだこれ収録時点で終わってないんですけども、ほぼ終わりですね。ご存知の方も多いと思いますけども、大型連休っていうふうに、言うのは、実は NHK だけです。他のメディアはほとんどがゴールデンウィークというふうに言ってます。なぜ NHK だけが、大型連休というのかって言いますと、実はこれ宣伝用語だったんです。もちろんゴールデンウィークって和製英語です。ゴールデンタイムなんて言いますね。そういう黄金の週ということで、ゴールデンウィークっていう和製英語なので、外国に行っても基本的には通じませんが、ゴールデンウィークっていうのは映画会社が、例えばお正月映画だとかね、お盆のこう夏休みのこう映画観客動員数が多い時期ってありますよね。でそれ以外にですね、この連休期間中、春のね連休期間中に映画を出したところ、ものすごい興行収入があったんですね。でそれでこの時期には映画の観客動員ができるということを映画会社が、分かってですね、でゴールデンウィークというふうな、映画業界全体の広告キャッチといいますかね、宣伝文句として、昭和20年代じゃないですか、20年代終わりぐらいに、出したのがゴールデンウィークっていう言葉なんですよ。非常に古い言葉ではあるんですよね。で、今はシルバーウィークっていうのもありますよね。秋にありますよね。ゴールデンウィークに次ぐ、大型連休のことですが、実はこのシルバーウィークっていうのもほぼ同じ時に、秋も連休ありましたので、当時から秋の週間をシルバーウィークって実はその映画業界では名付けてたんです、ゴールデンウィークと一緒にね。だけどそれはつい最近まで全く浸透しませんでした、シルバーウィークっていうのは。要はそのゴールドの次、なんか金メダルの次は銀メダルですよね。そういう意味で、春の大型連休が長くて、次に長いのが秋だったので、秋の連休のことをシルバーウィークというふうに言ってたんですけども、こちらは全く定着せずに、で最近になって、シルバーウィークというふうに一般でも使われるようになったわけですね。だからシルバーウィークが一般的に使われるようになるまで言葉ができて50年ぐらいかかっていることになりますよね。で、そういうこともありまして、一般的に秋の連休のことをシルバーウィークって最近は言うようになりましたので、 NHK ではどういうふうに言うかというと、ゴールデンウィークのことを春の大型連休、シルバーウィークのことを秋の大型連休というふうに、言い換えるようになりました。だけど、この NHK のね、放送禁止用語っていうのも、非常になんかね、変でしてね、もうすでに一般名称化しているものまで、その大元がそうであれば、もう何が何でも使わせないみたいなね、そういう風潮がありますよね。バレンタインもそうですかね、そういう感じだから、バレンタインの話題ってあんまり NHK でやんないんじゃないですかね。まだチョコレートのね業界というか、お菓子の業界が広めたやつですからね。そんな感じで NHK は非常にいびつな、用語を結構無理して、昔から使ってますね。言い換えもそうですし、例えばね、有名なのがセロテープありますね。セロテープってあれ登録商標なのでダメなんです。 NHK ではある特定の企業の、商標なので、日版の登録商標なので、使えないんですよ、セロテープって。
で、なんていうかというと、よくあの教育テレビ、今は E テレって言いますかね、E テレの、あの子供向けの工作番組ありますよね。なんか作る。で、そういうのって大体簡単なのでセロテープ使いますよね、ペタッと貼るのにね。あれ一般名称はセロハンテープって言うんです。なので、セロテープとは絶対に NHK では言いません。必ずセロハンテープというふうに言います。あとはそうですね、 NHK 昔ね、それで結構問題になったのが、味の素、味の素ってグルタミン酸ナトリウムなんですけど、今現在はですね、味の素ってどうやって作られるかっていうと、まあ、主に製造法によっても違いますが、サトウキビ、から糖蜜、まあ、廃蜜って言いまして、その砂糖を取った後の絞りかすですね、その絞りかすを発酵させて、自然由来で作ります。なので科学的な製法で化学合成しているわけでは決してありません。まあ昔々ね、一時期その化学合成で作ってた時もあるにはあるんですけども、現在はそんなことはありません。で、昔ですね、これも多分50年ぐらい前の話だと思うんですけど、 NHK がお料理番組でですね、まあそのグルタミン酸ナトリウムをですね、お料理に使ったわけです。で、使うのはいいんですけども、その時に味の素って言えないですよね、企業名ですし、またあの特定の商品名なので味の素って言えなかったんですよ。で、どういうふうに言ったかっていうと、化学調味料って言ってしまったんですよ。で、化学調味料、今聞くとなんかやばそうなもんだなっていう連想をするじゃないですか。だけど当時は、化学万能時代だったわけです。まだ公害、化学工場でね、公害の問題とかがまだ表面化するかしないかの時期で、非常にこう重工業もそうですし、化学工業っていうのも非常にこう盛んだった時代なので、意外と化学万能主義で誰も何も思わなかったんですよ。で、化学調味料ってずっと使ってたんです。ところがですね、米国アメリカでですね、まあ、このうまみ調味料に限らずですね、あの味の素に限らず、このグルタミン酸ナトリウムっていうのは結構東アジアの料理にうまみ成分として意外と多く含まれてまして、まあ、日本料理はもちろんですが、中華料理にもいっぱい含まれてるんですよね。で、その中華料理をチャイニーズレストランで、ずっと食べ続けてた人がですね、体の不調を訴えましてね、で、原因分かんなかったんですよ。原因分かんなかったんですけど、あるいい加減なですね、学者がですね、これは中華料理に含まれるグルタミン酸の影響で、まあ、それがその脳内のこうなんかの伝達物質なんだかんだ言ってですね、これが原因で、健康不良になったんだというふうないい加減なことを言いましてですね、それがチャイニーズレストランシンドローム、あるいはチャイニーズフードシンドローム、要は中華料理症候群みたいな、なんか変な病名ができて、それで一気にですね、あの欧米で、グルタミン酸ナトリウムってのは悪者になっちゃったんです。今でもその影響は残ってますので、欧米ではほとんど売られてないと思います、使われてないと思います。だけど東南アジアとかではむちゃくちゃいっぱい使われてまして、味の素は味の素の名前のまんまなくてはならない調味料なんですね。で、その後 NHK はこれはまずいと思ってですね、別に体に悪いものは何もないですし、別にずっと化学合成してるわけでも何でもないので、化学調味料って言い方をやめまして、今現在ではうまみ調味料というふうに名称が変わってます、はい、これはだから NHK の功罪ですよね。今でも日本ではちょっと古い人は味の素っていうと、なんかあるいはグルタミン酸ナトリウムっていうと、なんか余計な添加物みたいなね、まあ、そういうふうな、ふうに思われがち、それはまあね、40年50年ぐらい前にそういうことがあったから、ずっとその
意識のままで来てるわけですが、今はそんなことは全くないことが、証明されてます。で、食品添加物としても使用量に制限はありません。なのでどれだけ使っても OK です。ただまあ入れれば入れるほど味が良くなるというものではないので、なんていうんですかね、適量なんでしょうけどね。はい、まあ、そんな感じで、まあ、NHK の使う言葉っていうのは非常に無理があるものが多いですよね。そんなことだったらね、スポンサー入れればいいのにって思いますよね。スポンサー入れてコマーシャル流して受信料なんか取らなければいいのにって思いますけどね。だけど変な言葉が多いです。またそれがその国民がね、その NHK をのテレビとかラジオを見たり聞いたりして、それが自然に思ってるんだったらいいですけど、逆に不自然に思ってるようだとダメですよね。ゴールデンウィークがという言葉が映画会社の宣伝文句だったなんてもう誰も知らないですよね。そんな昭和20年代のことなんでね、私が生まれる20年ぐらい前の話ですね。そんなこと知らないですよね。そんなのいつまでも御所を大事に持っとってもしょうがないのになと、まあ、言葉はね、前からも言ってますように、生き物ですので、変わるものですので、そんなの御所を大事に守っててもしょうがないなというふうには思いますけどね。まあ、だけど私も記事に書くときは、まあ、ゴールデンウィークって書くときもありますけども、大型連休の方が文字数が少なくなるので、でまたなんとなくこう、なんていうんですかね、文章がカチッとしますので、まあ、例えばタイトルだとかね、まあ、タイトルは両方使うこともありますが、まあ、本文中には最初の方の定義ではこう大型連休って書くこともありますけども、何が何でも大型連休で通すってことはないですかね。そんな感じで、まあ、NHK と他の、ね、放送局のこう言ってる言葉って言いますかね、用語単語っていうのを聞いてみると、あれって思うことがたまにありますので、まあ、どうせラジオ聞いたりテレビ見たりするのであれば、そういったところも気をつけて、まあ、時間はいっぱいあるでしょうから、おうち時間が長いのでね、ぜひそういったところも楽しんでみてもらえれば、新たな発見というのがあるかもしれませんね。そんな感じで今日は、NHK の使う用語についてお話ししました。以上です。今日もご覧いただきましてありがとうございました。